こんにちは、ケントです。今までは血圧測定した結果を紙に記録していましたが、先日ブログにグラフとして投稿した時に Excel を使ってグラフ化したのをきっかけに、スマホと PC でデータを共有してみたくなり、今回は Google のスプレッドシートアプリを使って Android スマホと MacBook で血圧値を入力したりグラフ化したりと共有してみました。まずは見やすいようにレッツビューアプリを使ってスマホ画面を MacBook に移してから、 MacBook とスマホで同時にスプレッドシートを使って操作してみます。